はい、皆さんこんにちは、ドラムの滝川岳です。サンキュードラムプロジェクトボリューム7ということでですね、2回言ってしまいましたけども、今日も張り切ってやっていきたいと思います。はい、まあ7ということはですよ、ラッキー7じゃないですかね。はい、なので今日は、ラッキーにちなんだ人をっていうか、まあラッキーというか、まあ、僕がまあラッキーな出会いをさせてもらったっていうのが正しいかな、方のアルバムの中から1曲叩いてみたいと思うんですけども、早速じゃあ誰の曲を叩くかをね、まあ、紹介しましょうか、いつも通りね。はい、じゃあ見えますか。はい、これはですね、ダイヤモンドユカイさんですね。ダイヤモンドユカイさんになります。その、2年前かな、確か、出たアルバムなんですけども、大きい手とちっちゃい手が写ってるでしょ。これはユカイさんと当時生まれたユカイさんのお子さんの手なんですね。これはニーナちゃんという子が生まれて、その、まあ、アルバムもだからニーナっていうタイトルになってるんですけども、ちなみにこれは25周年記念アルバムでもなるんですかね。ユカイさんの25周年の時に出たアルバムですね。それの中の2曲目の、ベイブのたけしっていう曲を今日は叩いてみたいと思うんですけども、まあその前にまずユカイさんといえばですね、最近はもうバラエティ番組もものすごい出てますよね。なのでまあ最近の若い子とかからしたら、もしかしたらバラエティの人なのかなって思ってる人もいるかもしれないですけども、まあ僕ら世代からしたら、まあ僕ら世代っていうか、まあ僕ら世代もそうですけど、僕からしたらですよ、もうユカイさんといえば。レッドウォーリアーズっていうね、もう今となって伝説のロックバンド、当時はもうものすごいブイブイはしてた、めちゃめちゃかっこいいロックバンドがあったんですよ、レッドウォーリアーズっていうね、そこのボーカルをユカイさんがやってて、じゃあ僕がまあじゃあどのぐらい影響を受けて好きだったかっていうと、もう当時僕、高校の時にドラム始めたんですけども、そのレッドウォーリアーズのコピーバンドをしてたっていうぐらいね、好きだったし影響を受けた、憧れてたバンドなんですよ。でそんなね、バンドのボーカルのユカイさんのドラムを今、まあ、僕は叩かしてもらってるわけですけども、まさかねその当時からしたらそんなの想像もついてないことだし、もうほんとラッキーなこと、もうラッキーでは済まされないぐらいもうすごく光栄なことですよね。そうそう、なので今日はまあラッキーセブンにちなんでね、ユカイさんの曲を叩こうかなと思ってるんですね。はい、そんなこんなで、まあユカイさんとじゃあどうやって出会ったのかっていうとこなんですけど、それは、探偵ソウルの、リーダーでもあるタムチンがね、まあ、あるきっかけからユカイさんに楽曲提供したりとか、まあ、このアルバムのそのアレンジャーをやったんですね。まあ、何曲かのアレンジをして、で今日叩くそのベイブのたけしっていう曲のアレンジもタムチンがしてるんですね。なのでまあ、レコーディングに関してはそれでまたバックの演奏は探偵ソウルがねの4人が、リズム隊4人が、演奏させてもらってるので、もう一斉のでこれはスムーズに撮れたし、全然何のストレスもなくすごくいい感じで撮れたんですね。それはもう本当にまあ、タムチン の, その、まあ、アレンジがすごく良かったっていうのもあるし、あとはね、まあ、この曲に関して僕がちょっとこだわりポイントがもしあるとしたらですよ、これはですね、まあアレンジもすごくもう出来上がってたので、僕はドラム叩く内容に関してはもうほぼそのアレンジに忠実に叩いたので全然問題なかったし、あとはその音色ですよね、肝心なところはそのいかにロックンロールなかっこいい音色を出せるかっていうところなんですけど、それに関してもこの時のアルバムに関してはドラムテックを僕頼んだんですよ。でドラムテックっていうのはじゃあ何かっていうところなんですけども、まあ普段ならですよ、だいたいドラムのレコーディングに行くと、まあこの曲はこんな音色にするので、ドラムセットはこれ使って、スネアはこんなの使って、シンバルはこういうの使って、あとはそのチューニングはこんな感じにしたらこの曲にはまるなっていうのも自分で考えて、自分で全部その作業もして、それでなおかつ、ドラムセットに座った時にどうやって叩こうかって考えて叩いてっていう風な段取りがあるわけなんですね。なんですけど、まあ、今回に関してこのアルバムに関してはもう本当にドラムを叩くことだけになるべく集中したかったので、ドラムテックを頼んだんです。でドラムテックっていうのはそういう、
音色とか楽器のチョイスとか、あとシンバルのチョイス、チューニング全部自分がイメージした風に作ってくれる人なんですよ。なのでそういう人に頼むともう僕は演奏だけに集中できたんですね、はい。なのでこの、まあ、そのドラムテックはまあめったに頼まないんですけど、まあ、このゆかいさんの時に関しては、まあ、そういう人を頼んだっていうところでその辺のこだわりもちょっと出したんですね。でなのでもう本当にこのレコーディングっていうのは自分の中ではもう全然何のストレスもなくすごく気持ちよくもう演奏だけに集中できたという、まあこれは一番いい環境ですよね本当はね実際、はい、な感じで、であとそのベイブなたけしっていうこの今から叩く曲なんですけども、これはもうロックンロールになるんですけど、でどんな曲かっていうと、まあ聞いてもらえばもちろんわかるんですけど、そのベイブのたけしってついてるでしょ、ちょっと なんか面白いタイトルですよね。でこれ実はまあ、今は中日なんですけど、当時その楽天の4番バッターをやってたその山崎たけしさんっているでしょ、その人がバットボックスに立つ時とか、まあ、あとはテーマソング的なにで使われてた曲なんですけど、これをゆかいさんが、山崎たけしさんのために書いた曲なんですね。でもノリノリのロックンロールナンバーで、もうこれこの曲を聴いてもアゲアゲで山崎たけしさんがバッターボックスに入ってたというそういう曲になってるんですね、はい。ということで今日はもうノリノリのロックンロール、伝統的なロックを叩いてみたいと思います。それでは聴いてください、ダイヤモンドゆかいでベイブなたけしです。ビッグジャリーなたけしが決めるぜベイビーとは、we'll be right back.
はい、こんな感じで、今日は、まあ、伝統的なね、ロックンロールのナンバーをお届けしました。どうだったですかね。今ちょっとねドラム叩いてて思ったんですけど、もう一個ちょっとこだわりポイントっていうか、まあ、こだわりというか、まあ、自然とそういう風になってきたっていうことなんですけども、こういう曲を叩く時っていうのはね、まあ、普段のドラムより、なんていうのかな、まあ、ザクザク感っていうか、ザク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 っていうハイハットを特にザッ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 ってこうね、あの8 の, その刻みをやる時にですね、自然と、まあ、こだわりポイントというか自然となったんですけど、こうちょっと短く持つんですよ僕、普段の曲より、普段曲叩くときだいたいこのぐらいの長さで持つんですけど、まあ、こういうちょっとザク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 した感じを出したいときっていうのはこう短く持ってるんですね。これはまあ、意図的にしたっていうよりはそういう音を出したくてやってると自然とこういう風になってきたってことなんですけど、まあ、気がついたらこういうちょっとザクザクした感じの、プレイをしたいときなんかはこうやって結構短く持ってることが、まあ、多いんですね。はい、一応そんなところもちょっとこだわりポイントかなと思って、ちょっと紹介させてもらいました。はい、あとですね、まあ、ゆかいさんといえば今週のですね、土曜日かな、土曜日の確か4時から1時間、東京 FM で生ライブをやるんですね。でそれも、探偵ソウルでバックを演奏させてもらってますので、演奏することになってますので、よかったらそっちの方も、ラジオね、聞いてみてください。楽しいラジオになると思いますので、そちらの方もよろしくお願いします。ということで今日はサンキュードラムプロジェクトボリューム7をお送りしました。次回もお楽しみということで、どうもありがとうございました。